マスオ TV。 はい、マスオ TV です。はい、皆さん、今回はですね、マスオ初めての自作 PC を作っていくぞ。正直ね、僕今までも自作 PC 作ってみたいなとは思っていたんですけど、いや、いまいち知識もなくて、なんか難しそうで手出したことなかったんですよ。で、今回ですね、そんな僕に自作 PC 作ってみたらいかがですかというね、機会をいただきまして、今回初めての自作 PC に挑戦していきたいと思います。で、今回ですね、 PC メーカーの MSI さんからこういう機会をいただいて自作 PC 作りに挑戦していくんですけど、このね、MSI さんっていうのがね、もう僕にとってもうすごくね、感慨深いあのパソコンメーカーさんなんですよ。というのも、僕が東京来てアルバイトでお金を貯めて初めて買ったのがこの MSI さんのパソコンなの。もうね、そのパソコンずーっと僕ね使ってて、初めて動画を作ったのもその MSI さんのパソコンで作ったし、なんかこうやっぱりね、初めてのパソコンってすっごい印象深いんですよ。で、そんなパソコンメーカーさんからこういう機会をいただけてるっていうのがね、もう本当に嬉しくて、今回やたらとテンション高いです。で、動画をね、見てる皆さんも自作 PC 興味あるけどやったことないっていう方もいらっしゃると思いますので、ぜひ動画最後までチェックしてみてください。では、自作 PC 作りスタート。今回使うパーツがこちらになります。まあ、詳しくは実際に組み立てる時に一つ一つ紹介していきたいと思うんですけど、そしてこちら、これが今回のパソコンケースになります。これ、おお、じゃじゃーん、こちらが PC ケースでございます。すごい、ガラスになってて中が見えますよ。そして、今まだこの PC の中は空っぽということで、ここにたくさんのパーツを入れてパソコンを作っていくんですけど、僕に果たしてできるのだろうか。頑張るしかないですね。では早速パーツ入れていきましょう。ではまずこちら、マザーボードを開封していきたいと思います。で、このマザーボードってどういうものか、人間で言うと、まあ、体だったり神経とか言われたりしますね。まあ、基本的にね、ほとんどのね、こう部品がこのマザーボードにつながるっていうことで、開封していきたいと思います。オープン。ドドーン。おお、触れる前に静電気を除去しておきましょう。電気抜けました。はい、ということで、やばい、なんかまさに自作 PC って感じですね。じゃじゃーん、ザ自作 PC って感じです。すごい、あ、 MSI って書いてある。ここにいろんなパーツを今からつけていきます。まずはこちら、 CPUを取り付けていきます。 CPU って人間で言う脳ですね。で、今回 Core i7 というね、あの CPU をこちらに取り付けていきます。オープン。怖いけど、おお、はい、こちら CPU をスポットこちらに取り付けていきます。で、このピンをここ慎重にいかなきゃいけないんですけど、まずこういう風に取り除くと、パカッとこう開きますと。で、このね、 CPU にも向きがあって、ちゃんとした向きでここに、まあ、乗せていく、この向きで乗せるようです。で、慎重にこう置いて、これを締めますと。こうやって、はーってびっくりしたでしょ。これね、ちゃんと外れるようになってるんですよ。これで CPU の取り付け完了。で、次はこちら、 SSD を取り付けていきます。人間で言うと記憶する場所的なもので、今回使うのが M.2 の SSD ということで、とっても速い SSD になります。で、この SSD を取り付けるのがこちら、この部分に取り付けていくんですけど、ですので、このドライバーでこのネジを外します。パッカーン。では SSD を出していきましょう。で、今外したところに SSD を取り付けていくんですけど、ここちょっとくぼんでるじゃないですか。で、ここのくぼみとそのデコを合わせて、こういう風にね、セットして、で、こういう風にちょっと倒しますと。
で、この部分をネジで留めていくということですね。大丈夫かな。しっかり止まりました。2つ目。で、さっきのカバーをまたこう取り付けていくんですけど、ここにですねシートがあるんで、これちゃんと取るのを忘れずにしないといけませんと。よしよしよし。次がこちら CPU クーラーを取り付けていきます。これ CPU を冷やすものですね。ごついぞこれは。うわ、今日の作業の中でここがねちょっと山場的なところなんですけど、あのたくさんね取り付けるものがあるんですよ。ネジがいっぱいや。まあこのネジを使ってこの CPU のまず裏側ですね、はい、こちら側のこの部分にいろいろ取り付けて、あの実際にこの CPU クーラーを、取り付けるというものです。で、まずこの部分外しましょう。いい、やったー。バックプレートっていうのもつけるんだ。こんな風にセットしていくのかな。じゃあちょっとネジと他のパーツをちょっとサンドイッチにしていきます。おりゃー、ちょっとこれすごく長くなりそうなんでカット。で、次がですね、じゃん、この注射器みたいなところからグリスをこの CPU の上にちょんと垂らします。米粒よりちょっと多いぐらいに、こんなもんかな。ほいっと。で、このぐらいを乗せまして、で、今のところにこのねクーラーを乗せて止めていきます。じゃーん、取り付きました。お、入りそう。おー、危ねー、入ったー。よーし、これで繋げたぞ。じゃじゃん、ということで無事 CPU クーラー取り付けることができました。で、次はですねこちらメモリを取り付けていきましょう。まあ、メモリは、一時記憶をする場所的なところで、今回はですね 8GB×2 の 16GB の、ものを取り付けていきます。で、メモリはこのね CPU クーラーの隣に取り付けていくんですけど、これがですねちょっと緊張しますね。どすこい、やったー、ついたー。で、マザーボードへのパーツの取り付けは完了したので、続いてはこちらパソコンのケースをこうね机の上に出しまして、この部分を取り外していきます。では行きまーす。パッカーン。おお。で、ここからまず電源を取り付けていきます。電源ちなみにこちらになります。このロックの部分を外しまして、この部分にね電源をこう入れていきます。おお、こんな感じですね。で、ネジで普通に4箇所止めるだけですね。もうこれは簡単、取り付きました。で、次はですね先ほど作ったマザーボードをついにこのねパソコンの中に入れていきます。で、その前にパネルを外しましょう。ガラスを外しちゃう。では、先ほど作ったマザーボードをこの PC のケースの中に入れまーす。おー。で、ネジでこのねあのマザーボードをパソコンのケースに取り付けていきましょう。で、ネジで留めたらいろんなコードをマザーボードに取り付けていきまーす。ということで、配線をつないだところで今日の主役こちら、グラフィックボードをつけていきたいと思います。で、今回はですねこちら GeForce RTX 2070 Super で、このグラフィックボードってねどういうものかっていうのをね簡単に言うと、映像処理専門のこうもう超優れた脳みそ的なものです。で、これを取り付ければ、例えば動画編集とか、あと写真編集とか、もちろんゲームをする際にも快適にこう作業したりゲームを楽しんだりすることができるんですよ。オープン。わお、かっこいい。では取り付けましょう。で、このねマザーボードのところにこういう風に置いて、よし、入りました。ここにまた刺していきます。よっしゃ、はい、刺さりました。じゃじゃーん、ということで自作 PC 完成しました。で、ここから
コンセントにつないで電源スイッチオン。おお、光ったー。このファンが回ってるすぐそばで色とりどりの光がこうね輝いてるの、かっこいい。そしてこの下のねグラボのところもめちゃくちゃ輝いててかっこいい。いやでもなんか満足感が半端ない、愛着湧きますね。ということで自作 PC をモニターにつないでちゃんとつくのか見ていきましょう。スイッチオン。おー、ついたー、ちゃんと画面ですごい、自分で作った PC がちゃんとこう画面に表示されるっていうのがこれはまた感動。じゃあこっから Windows を入れていきます。日本語、日本語、懐かしいなって。ということで自作 PC 完成してこうパソコンとして使えるようになりました。ではですね、実際にこちらの自作 PC でゲームをしてみたいと思うんですが、このグラフィックボード RTX シリーズから追加されたレイトレーシングという機能がありまして、それがですねもう画質がめちゃくちゃ向上するよっていうね機能なんですよ。で実際にゲームをしながらそのねレイトレーシング機能を体感してみたいと思います。ということで自作 PC が完成したところで実際にゲームを楽しんでいきたいと思うんですが、今回使用したグラフィックボード GeForce RTX シリーズではですね画質向上機能、レイトレーシング機能っていうのが使えまして、今までのゲームがめちゃくちゃこう画質いいバージョンで楽しめたりもするんですよ。ですんでね、今回はそれを実際に見せていきたいと思います。でゲーム画面に入ってきたんですけど、このレイトレーシング機能どこで一番わかりやすいかなってこう見てみたんですけど、影が特にわかりやすいですね。今これレイトレーシング機能オフにしている状態なんですけど、ここでオプショングラフィックからこのねレイトレーシング機能を有効っていうのにすると、ほらわかります、このね影がより自然な感じになるんですよね。なんか実際にこう目で見てるのにかなり近い感覚の影になります。例えばこの辺りで今こういう風に見えてるじゃないですか。でこれをまたレイトレーシング機能オフにすると、はい、こんな風にこうなんて言うんですかね、影がよりこうカクカクしてる、うん、カクカクしてるっていうか、よりこうねレイトレーシング機能を使うことによって自然な画質の綺麗な感じにこうね見えるっていうのが、ほら自然でしょっていうのが特に違うポイントかなと思います。実際にねこのレイトレーシング機能を使ってゲームしてたら、よりこう、うわ綺麗だなって、光の具合が綺麗だなってね、まあ感じる場面がまあ多々ありそうだなとは思いました。はーい、いやこんな風にねゲーム画面が変わるんだから、レイトレーシング機能ってすごい機能ですよね。まあそれを使用できるようにするそのグラフィックボードっていうのもねすごく重要なんだっていうのがね、実際に自作した PC を使ってみて分かりました。ということで今回はですね、総額約20万円の自作 PC 作りに挑戦していきました。今回使った自作 PC など詳しくは動画概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上マッソ TV でした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。